お願いします。お願いします。お願いしまますか。大丈夫ですか。行きますか。あ、どうもお願いします。行きます。よし、頑張りましょうね。す。頑張りまーす。おーい。はーい。すごい、ちょっと顔見せて、かわいい、かわいい。え、かわいいダメ。よ。かわいい。顔隠してんじゃん。見たい？見たい。顔見せて。男うわ、後ろ姿めっちゃ可愛いのにな。可愛いでしょ。確かにでも背中がたくましいわ。ちょっと硬いんすよ。あ、逆だ、こっちだ。気をつけるように頑張りたいと思います。日頃の行いがものを言うんで、頑張りましょう。そうなんですよね。今日はね、配信してはります？え、配信してるテンションですか、それ？いや、みんなにそう言われるんですけど、全然配信とかしてないんで大丈夫ですよ。よくね、野良でこんな面白い人と出会ったことで、今日2回言われました。おー、すごい。木村さんもね、楽しいなと思ったら、ぜひフレンド登録してください。お願いします。あ、ありがとうございます。そのテンションでやってると友達100人ぐらいできますか？友達いっぱい申請来るんですけど、めんどくさいから、友達なんない。あ、送ってくださいとか言って。いや、じゃあ、そうやって、送ってくださいとか言って無視されるんだ、送ったら。違います、違います。僕、女の子にしか友達になんないです。女の子しか友達にならない。女の子しか友達になんないも問題ありだよ。女の子はなんかみんな優しいからさ、面白いって言って、そうあ、こう満足するっていうか。あ、なるほどね。それでいろんな気持ちがね、満たされると。そう、気持ちよくプレイさせてくれるからさ。そんなクズ野郎だったんか。いや、なんか聞きたくないこと聞いちゃったな。冗談じゃないですか。ジロー初めて聞いたわ。やめてよ、本当にもう。ジバンさん絶対可愛いな。嘘。顔見る？顔見る。男だよ。いや、でもね、女性はね、やっぱり僕はね、20代、30代、40代とどんどん美しくなっていく、ものだと思ってますかね。全然年を取ることはね、恥ずかしいことじゃないですよ。うん、言い慣れてるな、これ。10代は可愛くないって。確かに10代は可愛くないって。20代じゃどんどん待ってよ、めんなさい。だから僕はね、 PUBG で女性としかね、繋がらないんですよ。それも確かにな。それもそれでちょっと問題、ね、問題終わり。いや、そんなこと全然、問題終わりおじさんじゃん、それは。うわ、おじさんっていうな。考えてみ、こう女の子とこう喋りながらさ、笑ってもらってさ、あ、楽しいなってのがあるけど、男同士だってさ、なんかさ、なんかウフフフフみたいなさ、はぁ、あ、みたいな感じだった。あ、まあ、はぁ、あ、ってなるのは、なんかイメージできるでしょ。なんか男の笑い、なんかまあいいんだけどさ、なんかでもなんかそうっすね、みたいな感じに ね、そう、なんか、あ、無理させてんのかなみたいな。うん、ちょっと悲しくなっちゃうから。うん、なんか年下の男とか、なんかこう、なんか楽しそうに、なんで俺が盛り上げなくちゃいけないんだってなっちゃうから。年下の女の子は全然オッケー。めっちゃちょろいね、あのおじさんね。ねえ、ちょっと待って。一番さん、なんて呼べばいいですか、名前。あ、ニゴンゴです。ニゴンゴ、ニゴンゴという名前でニゴンゴ、パブジやってます。あ、配信してんの？配信でもしてるのか、今の言い方。なに、今かしこまっちゃって、なんか俺これなんか載されんの、なんか載せられんのこれ。いや、なんかあれかなと思って、そう、たくさんがもし配信やってたら。ちょっとちゃんと挨拶しとかないとダメかなと思って。本当にやってないから大丈夫。まだ信じてない。いや、信じてくれよ。ごめん、マジごめん。いや、申し訳ない。なんで PUBG モバイルにたどり着いたんですか、そのサラリーマンとしての生活の中で。なんでこれ配信してる、なんかそのなんで雑談、雑談 CM だ、 CM。 おお、PUBG モバイルのそのね、 CM やってたんだよ。うん、確か結構有名な人が確かやっててさ、うん、PUBG の中のスキンとかの服装を芸能人の人が着てて、って、そうあった。フライパン持ったりなんかしてたんだよ。そうそれ見てなんか面白そうだなと思ってインストールしたのが、僕が PUBG を始めたきっかけです。はい、ありがとうございます。なんだこの配信してます。まず一番さん配信してて俺ネタに疲れて大丈夫これ。ああ、実はね。してないです。いや、だって一人で野良でやってた割にちょっと随分達者だもん、喋りが。ゲームはずっとやってきたんですよ。ああ、なるほどね。うん、いや、でもなんか喋るのがすごい好きそうっていうか上手だしさ、なんかさ、いや、関西人なんでやっぱり
ああ、なるほどね。そういうことか。そう。生まれながらのあれだな。あれ、喋るセンス持ってんだな。ちょろいな、このおじちゃん。じゃ今回線は弱いと声聞こえなくなる。ああ、そうだね。回線弱いと声聞こえなくなる。へえ。なんか一つの戦いが終わったような。あ、なんか、でも今車が。え？どうした？なんかいっぱい戦ってる。あ、ナイス。ここです。やべ、すごい。なんか追加の車も来た。え？なんかめっちゃやり合ってる。でも今の時代教師って大変じゃないですか。ね。すごいっすね。俺絶対。ナイスー。大変な争いになっております、こちら。はい、大丈夫か。こちら向かいます。上死にました。一番強くね？一番強くね？人を殺める仕事をしてるんで。いや、そうだ、絶対やってんの慣れてんもん、なんか。いや、一番さんとはいい関係が築けそうですよ。面白いっすよ。うん。長い関係になれそうっすね。いや、やだなぁ。えなんで？うん、ありますね。出会いました？誰かと。いや、俺は、ここだけの、会うとこまでは行ってないっすね。ここだけの話。うん。いや、会ってはないっす。会ったりはしてないっすね。ないのかぁ。比較的あのみんな遠いところの人なんですよ、たまたま。ああ、たまたまね。そうだ、近ければ別に私はいいんですけど。あ、近ければ会う。うん、ああ、もうそれ会いたいって言えば別に僕はもうあのみんな幸せになってもらえればいいと思うんだけど。ああ、なるほどね。そう、でもこうやって。皆さん今どこ住んでるんですか？どこ住んでるんですか？群馬です。絶対嘘だ。わざわざ関西からこあのな、あの関東に越してきて群馬なんかに住むわけねえだろうば、この嘘つきが。だって正直さ、結婚して子供もいる人間がさ、ね、そう、結婚して子供もおるっていう情報を知った上で、うん、そうだよ、これで会ってさ、あの、うん、マジ100万よこせって言われたら俺だって渡さざるを得なくなっちゃう。確かに、100万もらえる、うん、PUBG モバイルで。2000人見てない、2000人見てたらね、僕にあの、うん、多分こんなにね、あの話さないよ、逆に。嘘？配信してる人ってなんかそんなに野良の人と話したりしてなくない？決まったフレンドとやってない大概。あー、でもあれですね、この状態を、うん、うん、ちょっと言葉に表すのが難しいので今のなしで。いや、ちょっと待ってよ。下手くそか、日本語覚えたてか。ちょっと日本語難しかった。いや、かましいわ。ちょっと、ちょっとちゃんと言ってごらん。なんて？この状態を、うん、配信に、うん、載せることが、うん、難しい、うん、ゲーム内 VC との相性の兼ね合いで。ああ、そうなの？詳しいね。っていうと、詳しいねって言われるなと思って今言うのやめようかなと思って。配信してんだろ？してない、してないよ。今はしてない、今はしてないです。昔してたの？たまに毎日してる。こともある。マジでこれやってない。これ今はしてない。配信してよ。配信して配信して。けど、有名人になりたい。動画撮ってるんですけど、動画に上げてもいいですか？これを動画に撮ってるってこと？そう。え、もしかしたらエラー入ってる？そう、音声も撮ってる？マジで？うん。まあ、全然いいっすよ。その代わりなんか、その、なんか、どうせ俺なんかあれでしょ？だから見せられるんでしょ、みんなに。ディスられない、ディスられない。いや、だってさ、大学じゃん。だってさ、うん、なんかさ、女の子しか友達になんねえとかクズじゃん、だって。いや、でもそういうの求めてたけど、ガチの人じゃなかったから、うん、まあそこはちょっと残念だね。元教師なんですけど。うん、え、元教師？はい、今あのゲーマーとして活動してます。え、マジで？はい。やべえ。
え、じゃあなんか、え、巷では有名なんですか？でもそんな有名ではないですけど、 PC 版の PUBG ずっとやってるんで、さっき戦ってた集落、そうそう、ここ前方に敵がいるよ。あー、なんかいる、撃てるかも。もらったもらった。 OK、 やったやったやった。 OK、 俺もやった。あ、ほんまや、とんかつ取れたら動画にしやすいな。それはちょっと願いを叶えてあげなくちゃな。いや、叶えてほしいな。 OK、 父の力。 OK、 そうだな。あ、うわ、終わった、申し訳ない。マジで草の中に住んでた、私のドクロのところに。この隙に俺は走るわ。うん、ありだね。もう見つかったらしゃあないわ。今なら大丈夫。え、残念か。また見た。あ、今の見た。ここにいるね。やるか、走るか。ね。うん。これも押し込んで、見たね。押し込んで、押し込んで。ここにいたら入ってないんだね。うわ、マジかよ。申し訳ない。こいつにやられたか。私もちょっと一回落とします。 OK、 分かった、ありがとうね。ありがとうございました。また、はい、はい、失礼します。はい、はい。